その時にしか作れないものを作りたいと思ってるんで、10年後の自分とか20年後の自分には作れないような作品を作っていきたいなと思ってます。瞬間の思いを形に残す、それこそが彼が目指すアート。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。造形作家、デジタルアーティスト、森田裕樹。 3DCG デザイナーとしての肩書きを持ち、日々キャラクターデザインにも取り組む。そんな彼が作品を通して表現したいもの、神様って言われるものだったりとか、自然の中にあるエネルギーだったりとか、昔から人々が崇めてきたものを具体的な形に落としていっているのが、僕の作品に共通しているもので、目に見えないものをどう自分なりの形にろ過して具体化させていくかっていうところは、未来永劫変わらない自分のスタイルかなと思いました。目に見えないものを可視化するための造形物、そうして作られた作品の中には、彼がこの先の世界に残していきたい思いがある。変化し続けるこの世界の綺麗なとことか、自分が感動したとこを切り取って残していきたい。日常を暮らしているといろんな悲しいことも嬉しいこともありますし、自分のテンション感とか、その時影響を受けているものとか、その時しか得られない刺激ってあるじゃないですか、生きてたら。なんでその時々のピークの感情とか高ぶりを切り取りたいっていうか、心が震えたその瞬間を逃さないように、そんな彼自身の感情をかたどった作品は、鑑賞者の見るという体験によって新たな感動へと変化していく。なんか頭で深く考えるっていうよりは、単純に見てほしいですね。パッと見の印象とかインパクトとかでも、多分5秒くらい感じたら抜けちゃうものだと思うんですけど、その5秒くらいの気持ちとか高ぶりとか、言葉にまだできてない段階での感覚みたいなものを大事にしてほしいなとは思います。今の自分にしか作れない作品をこれからも追い求めていく、森田裕樹が作家として目指すこれから。長く見てもらえるものを作りたいっていうのはありますね。パブリックアートとかもいいなと思いますし、映画とかゲームとか、そういうデジタルコンテンツも残していきたいし、いろんな媒体を使って、その時々の自分の熱を残していきたいと思ってます。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は彫刻家田中元基のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。